おはようございます。午前10時渋谷駅前、北海道から上京してきた大子さん、理想の部屋は見つかるかな。今日はあのマナル不動産屋さんで部屋を探したいと思うので入っていきたいと思います。こんにちは、どうぞ。本日はどのような物件をお探しですか？バストイレ別で、オートロックと防犯カメラがついてて、駅からなるべく近い方がいいですね。なるほど。あ、ちょうど今一つ物件が見つかりましたね。こちらです。わあ、すごい、私が探してたのにぴったりじゃないですか。それじゃあ早速見に行きますか。はい、お願いします。こちらの物件になりますね。大家さん、こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。ちょっと部屋見ていきますね。あ、わかりました。ゆっくり見ててくださいね。よろしくお願いします。じゃあ失礼します。すごいいい大家さんですよね。すごい優しいですね。防犯カメラはついてるので一人暮らしでも安心ですね。はい、安心です。で、こちらが玄関になります。あ、では中ご紹介しますね。お願いします。パンツ取ってたけど、この人気分悪いんだけど。まあ、行きましょう。はあ、信じられない、本当に。こちらのお部屋ですね。すごい広いですね。はい、ちょうど昨日お引越しされたばかりで、はい、なんか視線を感じるって言ってね、出てったんですけど。ああ、はい。事故物件ではないので、ご安心ください。わかりました。では、次はトイレをご案内いたしますね。あ、はい。和式だ。私和式大好きなんですよね。さあ、すごい。あ、待って、あ、やばい、出そう、あ、やばい、出そう、やばい、あ、すいません。大丈夫ですか？ちょっとお腹の調子が。では次、クローゼットをご紹介しますね。あ、はい。こちらがクローゼットになります。すごい、めちゃめちゃ広いじゃないですか。これだったらすごく寝れる。あ、すごい。あー、めっちゃ広い。ちょっと、あんた何撮ってんだよ。さっきからちょっとやめてよ。まあまあまあ、じゃあ次お風呂をご紹介しますね。ハマハマじゃないわよ、本当に。こちらがこの部屋のお風呂になります。あ、すっごい外にあるのね、これ。わあ、なんか露天風呂みたいで、すごい。これだったら毎日行くよ。いや、ちょっとやめてよ。止めて、止めなさいってば、あんた。ちょっと何やってるのよ、あんた。ちょっと、まあ、部屋からの景色はね、すごい綺麗なので、一旦部屋行きましょうか。そうなの？じゃあ行きましょう。こっからの景色見てみてくださいよ。わあ、すっごい綺麗。今の方は、すごいいい人なので、仲良くしてくださいね。あ、わかりました。こちらの物件、すごくいい物件だと思うんですけど、どうされますか？そうですね、大家さんもすごいいい人だし、すごく気に入ったんで、ここに決めます。楽しい歌、悲しい歌、いろいろあるけれど、どちらか。では次、トイレをご案内いたしますね。ん